日本一の馬娘になりたい。どうもです。もう馬娘はですね、もう日本一になりかけているという話をしたい。もうそれはね、円盤の売り上げとか、オタク界の人気とか、そういうことじゃない。ゲームのソシャゲの売り上げとか、そういうことじゃないんですよ。もう頂点、日本の頂点に君臨しようとしてるんですよ。どういうことかっていうと、こう馬娘ですね、紅白歌合戦出場、ほぼほぼ確定したんじゃないかと、もう私は思ってますね。はい。どういうことかと。もうどういうことか説明しますね。来たる7月17日土曜日23時10分からですね、毎週放送されております NHK 総合で、放送されております音楽番組渋谷の音、麒麟川島と土屋太鳳ちゃんかながやっている番組なんですけど、に、馬娘の出演が決定いたしました。さらにもう歌う曲決まっております。馬ぴょい伝説、テレビ初パフォーマンスとなります。来ました。もう紅白歌合戦、紅組枠、アニメ枠、正直リサなのか、ね、はたまた虹ヶ崎ラブライブなのか、そう言われておりましたが、馬娘です。今年の紅白歌合戦のアニメ枠、紅組、馬娘で決定です。もうこれ来ましたね。もう紅白出ちゃったらもう本当に日本一よ。でも日本一の音楽業界の馬娘、日本一になるもん、馬娘が。これ非常に素晴らしいなと、思っております。もう素晴らしい朗報でしたね。で、結構危惧されてたんですよね。これなんか馬娘、馬ぴょい伝説ね、7月17日歌うぞと、これちょっとやめてほしいなというファンの声があって、何かっていうと、夢をかけるとか、メイクデビューとか、そっちの方がやっぱ、こう、初披露にはふさわしいんじゃないかというね、ファンのご意見があったんですけど、もう私から言わせていただくとね、上がってないなと、思いましたね。まあ、確かにメイクデビューとか夢をかけるの方が一般人向けかもしれないし、初披露としてはね、まあいいかもしれないけど、よくよく考えてほしい。馬娘というものが、明るみに出たというか、日の光を浴びたのが、まあ3年前ですよね。約3年前。で、その時に、まあその、ムービーがね、YouTube に公開されたわけですよ。で、その時にね、我々オタクにも初めて、披露された楽曲っていうのが、馬ぴょい伝説なんですよ。その夢をかける、メイクデビューか。メイクデビューじゃない、一期がメイクデビューなんでね。メイクデビューじゃなくて、馬ぴょいが我々オタクに対しての初お披露目だったの。ね。初めまして、初めまして、馬娘で披露されたのが、もう馬ぴょいだったんだから、もう、それは一般人の、ね、普通の感性を持たれた一般人の方に披露する楽曲もやっぱ馬ぴょいでなければいかんのですよ。馬娘の歴史として。なので、馬ぴょいがもう皆さんというかね、もう世に、もう、世にみんなに見られというのは非常に嬉しいなと思ってますね。で、誰が出るのかっていうところなんですよ。僕が気になっているのは。馬娘として誰が出るのかっていうところで、まあ多分スピカのメンバーだと思うんですよ。スピカ。で、多分5人出ると思います。5人。で、僕の予想は、脇あずみちゃんね、あじゅじゅ、脇あずみちゃんとまちこですよね。で、このやっぱ1期2期の主人公が出ると思うんですよ。で、この2人。で、あとね、ダイワスカーレットのヘゴチンも出てほしいね、大橋彩香ちゃん。ヘゴチンも、ダイワスカーレットで、ウォッカか。ウォッカのヘゴチンも出てほしい。ダイワスカーレットの木村ちゃん。多分ここも出ると思うんですよね。木村ちさちゃんとヘゴチンは出ると思うんですよ。で、今もう勢いに乗りまくってる、フォロワーも5万人を超えましたね。上田瞳さん、ゴールドシップ。上田瞳さんも、出演されると思います。で、僕はこの5人からと、予想しますね。で、まあ、大西さんね、マックイーンの大西沙織さんはですね、やっぱり忙しいんですよ。超お忙しい方ですから、ちょっと厳しいかなと、思いますね。で、サイレンス鈴鹿の、マリンカ、河野万里香さんなんですけども、まあ、2期にそんな出てないっていうのもありますし、あと今ですね、シングル、セカンドシングルがね、もうそろそろ発売するということで、忙しいんですよね。シングル方面で、精霊なんたらっていう、夏アニメのクールで放送しよう、精霊なんたらかっていうエンディングにもタイアップされましてね、ヨシツーが主人公のね。で、今やっぱりお忙しいと。まあ、リンカもお忙しいということで、多分今挙げた、アジュジュ、脇あずみさん、まちこ、大橋彩香さん、木村ちささん、上田瞳さんのこの5人で、馬ぴょい披露するのかなと、思いますね。で、それはもういろんな人出してほしいですよ。それは僕の、愛してやまないね、大宅ヘリオスを演じてる山根彩ちゃんだって出てほしいしね。まあ、いっぱい出てほしいですよ。カノープスからも出てほしいし。なんですけど、それやっぱ紅白にとっておきましょうと。
紅白っていう時はもうステージ NHK ホールですか、もうステージにもう何十体何十人もの馬娘をね配置してやってほしいと、思いますね。でそれを取っておくとして、今回はやっぱ初パフォーマンスの5人で、素晴らしい活躍をね、してほしいなと、思います。もう今本当に虹ヶ崎とかね、リサとかと競ってると思うのは NHK に、ね、競ってほしいと思うんですけど、このまま逃げでですね、もうここで5馬身ぐらい差を開いてですね、この渋谷の音でもう駆け抜けてほしいなと、思いますね。でちょっとこのパフォーマンスを見てですね、違和感を感じる方って絶対出てくると思うんですよ。それはやっぱアプリ勢の方々とか、別に声優さんとか興味ないよっていう方は違和感を覚えると思うんですよ。なんでかっていうと、アプリ版でね、うまぴょい伝説ってありますけど、あのダンスと声優さんの踊るダンスって違うんですよ。で、アプリだとどんなダンスかっていうと、確か、サビね、サビ。多分、ズキュン、ドキュン、胸が鳴り、みたいな、多分こんなダンスじゃないですか。でも声優さんは違うんですよ。声優さんは、ズキュンとキュン胸が鳴りってこんなダンスなんですよ。ちょっと違うんですね。で、初めてとか一緒なんですけど、結構ダンスが違うので、違和感を覚える方いらっしゃるかと思うんですが、ぜひ声優さんのね、そのダンス、パフォーマンスも楽しんでいただいて、二つの馬ぴょい伝説いいとこありますから、楽しんでいただければなと、思いますね。ということで、本当7月17日23時10分、お茶の間をね、凍らせるのか盛り上げるのか非常に楽しみな、馬ぴょい伝説初テレビパフォーマンスを、もう今から楽しみにしたいなという動画でした。では。